デカール。デカールは、転写法、転写が、またはの略で、印刷、加工工程をエアとは転写するだけの状態になった、シートのことである。英語のには日本で、一般的にシール、ステッカー、マーキング、ペイントなどと呼ばれるものも広く含まれる。日本では模型などに転写し、手書きの難しい企業ロゴや、統一規格の書体が使われる戦車や航空機などの、 マーキングを再現するためのものをデカールと称する場合が多い。プラモデルなどには通常メーカー製のものがセットされており、別売りの商品も存在するが、個人で独自のデカールを作成する場合もある。転写の原理により、いくつかの種類がある。水で濡らした後、台紙からスライドさせ重複するもの。水スライド式デカール、スライドマーク、水転写デカールなどとも呼ばれ。 プラモデルなどのマーキング用に広く使用されている。水スライド式のデカールは台紙の上にデカールの本体であるインク層が載っている。台紙は表面に水溶性の糊を塗布した吸水性の良い紙である。インク層は通常ニスとも呼ばれる透明な飛膜状のフィルムで補強されている。この透明部分は印刷ずれを許容するようにマークよりやや大きめとなっているため、その円は 余白などと呼ばれ、実感味を削ぐものとして敬遠されており、デザインナイフなどでこの余白を取り除く作業も広く知られている。デカール本体は、マーキングなどを印刷したインクの上にフィルムを被せることにより、インク層を保護、補強している場合が多いが、フィルムの上にインクの層が印刷されている場合もある。また、調布後にフィルムを剥がしてインクのみを残せるものや、 インクの層が厚くフィルムのないものもある。水に浸すか浮かして、糊のついている台紙とデカールを分離し、ほこりや油分を取り除いた添付面に添付し、水分を除去して定着させる。一般的に貼り付けた直後にティッシュペーパーや綿棒で水分を除去し、自然乾燥で定着させる。最近はデカールを軟化させて曲面への馴染みを良くしたり、 接着力を高めたりするための補助剤が市販されている。ミリタリーモデルなどで貼り付ける面が艶消し塗装されている場合、デカールの下に微細な気泡が残ってしまい、銀色に光るシルバリングを起こすことがある。これを防ぐために、前述のデカール定着補助剤を用いて密着性を高めたり、あらかじめ艶ありで塗装後デカールを貼った上から、 つや消しのクリアー塗料をオーバーコートしたりする。気泡が入らないように密着させたり三次元の曲面にシワを寄せないように貼り付けるには高度な技術と経験が必要である。近年のデカールは品質が向上してフィルム層もかなり薄くなっているが、それでもエッジ部分の段差が発生することがある。特に均一な表面を求められる自動車モデルなどの場合、上から クリアー塗料を厚めに乗せた後、耐水ペーパーや研磨剤で塗面を研ぎ出して、段差をなくしてしまう、研ぎ出しを行う。この際、デカール部分は塗膜が薄くなるので最新の注意は必要となる。模型メーカーがプラモデルに付属させる製品の場合、その多くは使用対象となるキットと並行制作される場合が多く、資料となる写真や図面からトレースしたものを、 キットの形状に合わせたデフル目を行い、印刷会社に印刷の発注が行われる。日本国内で印刷されたものでも、もちろん、EU の子供用玩具の安全基準 N71 パート3、重金属8元素の規制値、g s S6037 と同等を守っており、キットの中に入って輸出されている。印刷方法は、オフセット印刷とシルクスクリーン印刷があり、 両方を使用して印刷されている場合もある。オフセット印刷はインクの塗布量が少ないため、濃い色や異なる色の塗り分け部に貼り付けた場合、下地の色が透けることが多い。また、酸化重合するというインクの性質上、白色は教授変化で黄ばみやすい。シルクスクリーン印刷の場合は、色が透けることは少ない。デカールは特に吸水性の良い用紙を使用して、 印刷されるため、高温多湿から低温の環境に何度も置かれると、紙が伸縮したりカーリングし、丸まり、それにつられて印刷されているインクが粉砕する場合も、ある。キット自体に付属するデカールでは、限りがあるため、サードパーティーからオプションとして、多くの別売りデカールが発売されている。また航空機やレーシングカーなどでは、いわゆるデカール街によって、制作可能な機体、 車体を更新したキットが新たに発売されることがある。また、れにタスクフォースのピブリダーやグリーンマックスの漁船のように、他メーカーの同ジャンルの模型のカスタム用、デカール、前者はイマイ製マイティジャック、後者は日本国外メーカー製の大型漁船用が付属することもある。専業メーカーとしては、フィルムの品質とシルクスクリーン印刷の精度、 最小で 600dpi 相当の 0.04mm のラインまで対応可能や色調。発色などの面で他の追従を許さないと称されるイタリアのルトグラフが代表的である。日本の模型メーカーではタミヤや長谷川をはじめとする多くの模型メーカーがレーシングカーや航空機の記念塗装機の塗装を再現するためにカルトグラフ製でカールを採用することが多い。 日本の模型メーカーが定番商品として販売される商品のデカールを製作する場合は参考マーク工業がほぼ全てを受け負っているが例外としてスイートやプラッツ、マイクロエースの一部の商品のように定番商品でもカルトグラフ製デカールを採用する例がある。ヨーロッパ圏の模型メーカーでは模型メーカーの本社所在国内の企業が カルトグラフのどちらかに発注されることが多く、箱が密閉されたキットの場合は開封するまで、デカールの製造元が確認ができない場合もある。破損や紛失、コレクション目的で、アフターサービスで取り寄せを行う際に、限定商品の場合、メーカー側が販売予定数ギリギリしか発注しないため、発売直後にしか対応できない。例。 長谷川のルトグラフ製デカールの付いた限定キットことや、ゲームやアニメ関係のいたの場合に、半券の問題から不良品と引き換えでなければ、販売されない。例、青島のいたこともある。個人レベルで制作する場合でも、資料となる写真や図面からのトレースしたものを、キットの形状に合わせたデフォルメを行うまでのプロセスは、企業レベルと変わらない。その後、自ら印刷するか。 業者に外注することになるが、どちらの場合も問題点は多い。透明なフィルムの上からすることにより、図柄を転写するもの。ドライデカールは、インスタントレタリングのうち、特に模型などのマーキング用に作られたものの、通称であり、作成法、使用法などは、通常のインスタントレタリングと、変わりはない。ドライデカルは、ガンプラなどの一部のプラモデルに付属しているほか 別売りデカールの中にも、ドライデカール方式のものがある。また、少量生産時のコストの安さから、ガレージキットに同梱されている場合もある。ドライデカールは、水スライド式のデカールと比べて、次のような長所と短所がある。長所。短所これらの短所は、ある意味致命的であり、ドライデカールがあまり普及していない理由でもあるが、一番目の短所に関しては、 単色のマーキングや機体番号などであれば、問題ないし、日の丸程度であれば十分に対応が可能である。二番目の短所に関しては、一度クリアーの水スライド式デカールに転写してから貼り込むことで回避できるが、これは一番目の長所を放棄する行為でもある。水を用いて貼りたいものの表面に図柄を反転転写するもの、水転写シールや、 タトゥーシールと呼ばれているものの一種であるが、ウォータースライドデカールよりも耐水性があるため、一部の模型に使用され耐水デカールと呼ばれている。耐水デカールは、モーターやゴム動力で走行させることを前提とした、ボートや潜水艦などのプラモデルに付属している場合がある。耐水デカールの使用法は、調布時に水を使用すること以外は、水スライド式デカールと異なり、 ドライデカールと似ている。耐水デカールは台紙状に左右反転した形で図や文字が印刷されているので印刷面から保護紙を剥がした後印刷面を転写したい面に密着させ水で濡らして圧着した後台紙を剥がすと図や文字が表面に反転転写される。布や革にアイロンを使って転写するもの通常アイロンプリントと呼ばれているものの一種であるが フライトジャケットなどにマーキングを入れるためのものを熱転写デカールと呼ぶ場合がある。主に衣類用で模型に使用することはまずないがフィギュアやドールの衣装に使用することは可能である。市販のアイロンプリント用のシートを用いれば熱転写プリンターやインクジェットプリンターで容易に自作できる。また熱転写プリンターで使用可能な無地のウォータースライドデカールのシートや それに、熱転写プリンとして作られたデカールを熱転写デカールと称する場合もある。裏面に粘着性の糊が塗布され、剥離紙を剥がして調布するもの。通常はシール、ステッカーなどと呼ばれるが、実物の車やサーフボードなどのマーキングに使用されるものはデカールと呼ばれる子も多い。また、ガンプラなど一部のプラモデルには、水スライド式デカールの代わりにシールタイプのもの。 マーキングシールがセットされている。ミニカーやチョロ級の一部にもシールタイプが見られる。物理的なシールを貼るわけではないが、レースゲーム、フライトシミュレーター、ロボットゲームなどではプレイヤーが操作する機体の塗装を変更する機能の一部として、規定の大きさのデカールを貼り付けることができるゲームもあり、この機能をデカールと称することがある。これらは登録されたデザインを貼り付けるだけでなく、 プレイヤーが画面上で制作することもできる。近年ではダウンロードコンテンツとして有料のデザインが配信されるゲームも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。